令和6年度総合評価方式ガイドラインの工事に関する動画説明になります。この動画では、まず、これまでの総合評価方式の仕組み、実施状況を説明した後、令和6年7月から適用となる埼玉県総合評価方式ガイドラインの 改定内容について説明いたします。まずはじめに、1、これまでの埼玉県総合評価方式の仕組み、実施状況1、1-1、総合評価ガイドラインについて説明いたします。 総合評価方式活用ガイドラインは埼玉県が総合評価方式で入札を行う場合の落札者決定基準などを定めたものです工事についての最新のガイドラインは令和6年7月1日以降に広告する案件に適用することとして埼玉県総合評価方式活用ガイドライン バージョン19に改定されております。なお、最新のガイドラインは、埼玉県建設管理課のホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。次に1、1-2、埼玉県総合評価方式の仕組みについて説明いたします。 本件での総合評価方式のタイプを示しております。本件の総合評価のタイプは、大きく分けて技術提案型と簡易型の2タイプに分かれます。技術管理型とは、工事目的物の性能及び機能向上に対し、入札参加者に施工管理の工夫を求める工事に適用する型となります。 技術提案型には A タイプ、B タイプがあります。A タイプはコンクリートなどの品質向上や安全の確保など工夫の優劣を数値で比較できない、または困難である定性的な工事に適用します。B タイプは騒音の大きさや交通規制の日数など工夫の優劣を 数値で比較できる定量的な工事に適用します。次に、簡易型の説明をします。簡易型は、技術的な工夫の余地が少ない工事において、施工管理の評価を要件とせず、工事成績や類似工事の施工実績など、主に過去の実績を重視するタイプになります。 簡易型には評価項目選択型とパッケージ型があります。評価項目選択型は必須評価項目と工事の性質に応じて選択評価項目から必要な評価項目を選択できるものです。パッケージ型は工事の性格や目的に応じて評価項目をパッケージした 続きましてパッケージ型について説明しますパッケージ型には標準パッケージと試行中の特定課題パッケージがあります標準パッケージは工事規模に応じて施工実績や地域精通度のほか 技術能力や社会貢献等を考慮し、あらかじめ複数の標準的な評価項目をパッケージしたものになります。令和5年度までは土木1型、土木2型、建築型、設備型の4つでしたが、令和6年7月からは土木型、建築型、設備型の3つの方になります。 特定課題パッケージは、県が取り組む政策的な課題に対する評価項目を、あらかじめ重点的に配点してパッケージしたものです。特定課題対策パッケージの種類と変遷です。平成28年度から施行しており、 令和6年度は3つのパッケージを設定します。若手育成型は、若手技術者の配置、多様な働き方実践企業を、地域担い手型は、有機保有、災害防止活動の実績、地域精通度などを重点的に評価しております。実績重視型は、舗装工事など、 施工実績を特に重視する工事に適用するものです。次に1-3、埼玉県総合評価方式の実施状況について説明いたします。埼玉県では、原則1000万円以上の工事から総合評価を実施する方針としております。 グラフにありますように、毎年総合評価の実施件数は300件前後で推移しており、1000万円以上の工事件数に対し約2割を占めております。今年度も同程度の実施件数を予定しております。次にタイプ別の実施件数になります。 平成25年以降、徐々に簡易型の件数が多くなり、近年は約9割が簡易型となっております。標準パッケージの実施状況になります。平成28年度に建設業界が抱える課題を評価項目とした特定課題パッケージが施行されたことで、 土木1型、2型の件数は減少傾向にあります。建築型、設備型については、施設や設備の更新時期等によりばらつきがあるものの、10件程度の実施件数で推移しています。うん、特定課題対策パッケージの実施状況になります。 平成30年度以降、特定課題対策パッケージの実施件数は増加しております。内訳としては、地域担い手型、実績重視型の件数が多く、若手育成型、施策チャレンジ型の件数が少ない状況です。続きまして、2。 令和6年度総合評価方式ガイドライン改定について、2-1、埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定をご説明します。まずはじめに改定方針についてご説明します。令和6年度の改定方針としては、制度が煩雑とならないよう、 タイプの統廃合を行いました。また、運用上の課題、社会的要請を反映し、評価項目等の見直しを行いました。改定方針に基づき、タイプの統廃合として、土木1型と土木2型の統合、施チャレンジ型の廃止を、運用上の課題、 社会的要請を踏まえた見直しとして、災害防止活動等の実績、企業倫理や信頼性等、若手技術者の配置、建設キャリアアップシステム、CCUS の実施、手持ち工事量について変更を行いました。 個々の改定内容の説明に入ります。改定内容1土木型への統合と試作チャレンジ型の廃止になります土木1型、土木2型は工事規模による選択としていますが選択時の事務が煩雑であるため統合し土木工事全般に適用できる 土木型を新設いたしました。また、特定課題対策パッケージのうち、試作チャレンジ型を廃止しました。試作チャレンジ型は ICT 活用工事について評価しておりましたが、ICT 活用工事の拡大を踏まえ、当初の目的は果たしたものと判断し、廃止しました。 ただし、生産性向上に向けた取り組みとして、ICT 施工の評価項目は、評価項目選択型にて選択可能としております。改定内容に、災害防止活動等の実績に関する記載追加になります。 災害防止活動等の実績についての変更点です。鳥インフルエンザ、豚熱などの対応について、また災害防止活動等での待機については、これまでも評価をしておりましたが、位置づけを明確にするため記載を行いました。次に、 改定内容3企業の倫理や信頼性等に関する評価基準見直しの説明となりますすべての評価基準の年数を過去2年度間から過去1年度間に緩和をいたしました平成27年以降化石祭による法令違反 ディーゼル不適合車の使用による法令違反、不正経由の使用による法令違反により、入札参加停止措置を受けた事例はありません。また、平成18年度より運用を開始して以降、企業の倫理や信頼性等については、業界より様々なご意見をいただいておりました。 過去の実績がないこと、業界の意見等を踏まえ、年数の緩和をいたしました。次に、企業倫理や信頼性等の評価項目については、評価項目が多いため、表記について統合をいたしました。入札契約に関する不当な強要行為、 化石祭による法令違反。ディーゼル不適合車の使用による法令違反。不正経由の使用による法令違反。死亡事故及び暴力団、排除措置要項に基づく入札参加除外の項目をまとめております。次に、総合評価の不履行についてです。 総合評価の不履行とは、入札時に宣言した評価項目に対し、工事完了時に履行が確認されない評価項目について不履行とみなし、減点のペナルティを課すものです。工事に配置される技術者にも適用される評価項目であり、入札時に申請された技術者が、 配置されない場合は不履行となります。死亡、病気など真にやむを得ない理由により、技術者を交代せざるを得なかった場合、建設業界での人手不足、働き方改革の中で、交代前と同等の技術者を配置できない場合もあります。このような場合は、 不履行であることに変わりはないものの、原点を緩和し、中間点を設定いたしました。次に改定内容4。若手技術者の配置に関する評価基準見直しになります。管理技術者補佐は、国家資格であります、一級土木施工管理技士の 一時試験合格者が対象であり、主任技術者の資格要件にも該当しますので、管理技術者補佐の文言を0.5点の評価基準から削除いたしました。次に改定内容後、建設キャリアアップシステムに関する評価項目追加についてになります。 建設キャリアアップシステムとは、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積することで、技能・経験が客観的に評価され、技能者の適切な処遇につなげる取り組みです。建設業への入職者が減少する中で、システムの活用を評価し、取り組みの拡大を図るものです。 最後に改定内容6手持ち工事量に関する評価基準の変更についてになります手持ち工事量は工事の実績はあるものの受注機会を逃している企業に対し加点をすることで受注機会の確保を増やすための評価項目です特定課題対策パッケージの 実績重視型の評価項目としておりましたが、より多くの企業が受注機会を確保できるよう、配点を2点へ変更いたしました。また、手持ち工事量の評価項目を技術提案型、評価項目選択型、土木型へ拡大し、大規模工事でもより多くの企業に対し受注機会の確保を増やすよう、 評価項目として追加いたしました。本動画の説明は以上となります。なお、総合評価方式活用ガイドラインに関するご質問につきましては、建設管理課、技術管理担当までお願いいたします。